ラジオイレブン。はい、始まりました。吉木社長です。セオです。富内咲人です。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。今日はね、徳島ボルティス会です。おお、はい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 、やっていきましょう。はい、はい、今ね絶好調ですし、まあ、河本ヘッドコーチの最後のね指揮を取る最後の、まあ、試合をしっかり勝って、セレッソに2対1で勝って、はい、うん、はい、でこの後は、まあ、新監督のダニエル・ポヤトス監督にバトンタッチっていうね、素晴らしいこう形でバトンタッチできましたけど、はい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 、まあちょっとこうね、河本コーチの、まあ、今まで頑張ってきたこうね功績とかも振り返りつつ、うん、その新監督のダニエル・ポヤトス監督はどんな監督ですかっていうのを、まあね、気になってる人多いと思うんで、そこをちょっと、話していこうかなと思うんですけど、まあ、まずは、うん、あの本当にこう河本こうやってヘッドコーチもうお疲れ様でしたと、うん、はいはいはい、確かに素晴らしいね、活躍でしたよね。どうですか瀬尾くん。いやー、まあ、去年 J2 でちゃんとサッカーを、まあ、完成させたというか、うんうん、じゃあ結果を残したリカルド・ロドリゲス監督のまあ実質後釜みたいな形での指揮になりましたけど、しっかり J1 仕様に持っていって、うん、ちゃんと勝ってバトンタッチっていうのはまあもう合格というか、なんていうんですかね、うん、ちゃんと仕事したなって感じが、うん、いや、はいはいはい、普通にパーフェクトに近いというか、はいはい、うん、こう昇格組の徳島としては、まあ、戦績としては、4勝2分け4敗、うん、まあ、イーブンといったところで4勝4分けで、で、うん、しっかりこう勝ち点も取ってるし、11得点 10失点かな、で得失点差もプラスにして、うん、まあこう注意以上にいるっていう段階ですけど、うん、うん、なんかあれですね、その C 級ライセンスでもここまで来てるっていうのがまたすごいところで、うん、はいはいはい、ね、僕らこう3人とも指導者、サッカーのね指導者やってますけど、はい、うん、C 級でしっかりこう J リーグで結果残すってすごいね、あの夢を与えますよね。確かに確かに、なんか親近感が湧くというか、ね、C 級って正直あの指導者とかサッカーコーチやってない人は分かんないかもしれないですけど、うん、もう、まあ、ある意味運転免許みたいな、取ろうと思えばみんな取れるぐらいのものなんですよ ね、まあ、うん、だからそれで J リーグであんだけしっかり結果出すっていうのは、うん、すごいですねやっぱり、うん、うん、でやっぱりこう本当に最後のセレッソ戦の後のインタビューなんか聞いても、やっぱりいい人柄がすごい出てるなっていう、はい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 、うん、特に感じまして、まず最初にこう、うん、インタビューの最初にこう自分の家族を、河本ヘッドコーチの奥さんとか子供とか親とかにまず最初に感謝の気持ちを伝えるっていうところから始まって、はい、いやすごいこうかっこいいなと思って、その最初にこう家族に感謝を伝えられる、確かに確かに、うん、でまあその後にこうね選手たちにこう自分は未熟だったけれども、しっかりこう、ね、選手たちがしっかり自分たちでやって考えてプレーしてくれてみたいな、うん、うん、かなりね、やっぱ河本コーチもかなり頑張ってたと思うんですけど、謙虚にその、ね、選手をねぎらってっていうか、はいはいはい、うん、その姿勢もやっぱ素晴らしい人なんだなと思って、うん、うん、徳島サポーターからしたらもうすごいもう感謝感謝って感じじゃないですか。確かにやっぱ人間性はすごい良さそうですもんね、河本コーチもう、うん、やっぱ結構特にボランチとかの選手起用入れ替えたりするじゃないですか、うん、
それでもやっぱなんか不満とかも出ず、出た選手毎回活躍するっていうのも含めて、その選手からも信頼されてると思いますし、まあそういう選手からやっぱ信頼されようと思ったら、この監督としてのパーソナリティみたいな部分はすごい大事になってくると思うんで、まあそれが最後のインタビューでもやっぱ出たんじゃないかなと思って、やっぱ素晴らしい指導者ですね。はい。まあしかもこう、まあ監督はダニエル・ポヨタス監督にバトンタッチしますけど、別に河本コーチが辞めるわけじゃなくて、はいはいはい、はい、まあ継続していますし、うんうん、その辺のこうチームのね雰囲気みたいなのも、まあ、より良くなるのかなっていう感じはしますよね。うん、確かに、うん、いやまああとは実はポヤトス監督とマルセルっていうコーチも来るらしいですけどね。そうですね、はい忘れられてますけどねマルセル、うん、はい、はい、あれですよね、確かこうギリシャのパナシナイコスでやってた時のコーチですかねを一緒にこう連れてきたっていう感じだと思うんですけど、はいはいはい、うん、まあそこは結構、まあ、あるあるというか自分の右腕を連れてくるっていうのはね、うん、結構あるある、スペイン人とか特にそうかなとは思うんですけど、確かにイヴァン、ロティーナのイヴァンみたいなね、確かに確かにね、はいはいはい、うん、とかロティーナ監督は本当に元いたチームからは引き抜かない主義らしいんですよ選手を。おお、はいはいはい、うん、で片山選手とかもロティーナのチョイスではなくて、まあ、エスパルス側のこう、ね、チョイスっていうのでまあ来ましたけど、うんうんうん、別にロティーナ監督がこう、ね、強く言ったっていうわけではないみたいで、おお、はいはいはい、うん、でもそれでもイヴァンは連れてくるっていう、やっぱそこのいかにその監督とコーチの信頼関係みたいなのが大事か、役割分担が大事かみたいなのはありますから、はい、うん、そこでポヤトス監督と選手たちのつなぎ役にもやっぱ河本コーチはなるかなとは思うんで、はい、うん、より良くなるんじゃないかなとは思いますけど、はいはい、まあ、ダニエル・ポヤトス監督ですね、この監督がどういう、まあ、ルーツを持ってるのかっていうのをちょっと話していきたいんですけど、はいはい、この監督は、バルセロナ出身で、はい、最初あれですね、エレセデエスパニョールで育成でやってて、うん、でエスパニョールのちょっと語らせてほしいんですけど、はいね、僕吉木社長はね実はスペインに割と精通してまして、はいはい、割と割と、うん、はい、実際行ってましたもんね。そうなんですね、バルセロナ行っててこう指導者研修みたいので、はいはいはい、ちょっとバルセロナ行ってる期間がありまして、はい、でそのエレセデエスパニョールっていうそのエスパニョール、まあみんなが知ってるエスパニョールの、はい、練習みたいのが結構公開されてるんですよね、公開日があって、はいはい、うん、でその育成の練習とか結構見に行ってたんですけど、へー、うん、はい、やっぱりレベルが違うというか、まあまあ、うん、はいはいはい、で何が違うかというと、はい、この練習がまあ要は1個2個3個あるとするじゃないですか、はい、うん、そしたら1個目から3個目までの練習がもう、はい、もう統一感がすごいんですよ。ああ、うん、なるほど。で結構同じテーマでっていうか。そうなんですよ。でこのプレーモデルをしっかり落とし込むようなトレーニングをしてて、もう見てるだけで完全に整理されてるんで、どういう練習をしたいのかっていうのが分かるんですよね、見てて。へえ、うん、はいはいはい。でもエスパニョール、まあ、僕見てたのアンダー14を見てたんですけども、それがすごくて、うんうん、まあ、そういうとこで力をつけてきた監督だと思うんで、ああ、はいはい、はい、うん、まあ、その辺はねすごいのかなとは思いますけど、でその後、まあその後まあいろいろ変遷あるんですけど、レアルマドリードのフベニールアーですね、アンダー19の最後、はい、コーチやってで来たっていう感じなんですけど。はい、なんか記事とか見るとポヤトス監督に結構前からアタックしてたらしいんですよ、徳島は。結構だいぶ前からってことですか。まあ
それがどのぐらい前なのかちょっとわかんないんですけど、まあ、結構何回かアタックしてて、でもタイミングじゃなかったみたいなことを言ってて、まあ今がこうちょうどタイミングだったみたいな感じで徳島にねチャレンジしに来たっていう感じらしいんですけど、まあ最終的にはレアルでやりたいみたいなことを言ってて、うん、結構そのトップチームでってことですか、ね、そうレアルマドリードのトップを率いたいっていう、結構向上心も高い監督かなと思うんですけど、はいはいはい、どうですか瀬尾くん、この監督の印象とか期待する部分みたいのは。そうですね、まあリカルド・ロドリゲス監督が作った土台にじゃどういうプラスアルファ乗っけるのか、うん、まあまたまた全然違うことをしてくるのかっていうのは、うん、ぶっちゃけ僕はあんまり分かってまだまだ未知数なところが多いので、そうですね、うん、まあ、楽しみな反面こうどうなるのかなっていうところも気になるところもありますね、うんうん、なるほどなるほど、あの戦術とかそういった部分はどうなんですかね、さきとくんその辺は。まあ僕もそんなにがっつりはまあわからないんですけど、うん、けどやっぱまあ育成年代の指導を歴任されてたっていうことで、うんうん、そのやっぱ育成年代とトッププロとかの違いっていうのが、うん、そのもうがっつりやっぱ戦術のことができるのがトップ、うん、トップで、うん、で育成年代とかやとまだ個人の技術とか、そうですね、個人戦術みたいな部分を中心にやったりはすると思うんですけど、うん、まあそういうところを育成年代で指導してた分やっぱその個人のちょっと立ち位置だったりとかそこで発揮するプレー、うんうんうん、どういうプレーを選択するかとか、うん、そこのクオリティをどう上げるかとか、やっぱそういうところの指導に長けてるんじゃないかなと思って、うん、まあだからなんかその例えばレアル率いてた時にレアルの選手まあやっぱボールつなぐんとかうまいんですけどちょっと足元になっちゃってたとかっていうのがあったらしいんで、うんうん、はいはいはい、まあだからやっぱまあ今若い選手が徳島多いですけど、うん、この選手たちがもちろん戦術的に勝っていくっていうそういうのも、うん、まあ、大事にはなってくるんですけど、それ以上にやっぱそれぞれ上手くなっていくんじゃないかなっていうのが、うんうんうん、まずあるのと、でまあその上手くなっていく中でポヤトス監督がまあ育成出身の監督でありますけど、まあトップでどういう戦術を見せてくるのかっていうのが、うんうん、すごい楽しみかなと思って、はい、そんなところですね。この番組ではサッカーにまつわるさまざまなお便りを募集しています。簡単なラジオネームを添えて Twitter の DM または質問箱までお送りください。ラジオイレブン。なるほどね、やっぱこうさきとくんも言ってましたけど育成年代をやってたっていうのがまあ強くあって、はい、それもこうスペインでがっつりねやってるんで、そこをはい、まあ、言うたらこうその僕は結構バルセロナのアンダー世代の練習というかまあ試合を結構見てたんですけど、はいはい、あのもう本当にさっき言ってくれた個人戦術みたいなのがもう長けてるんですよね、バルセロナの選手たちとか、うん、はいはいはい、やっぱレアルマドリードとかもね、あのエスパニョールとかもそうだと思うし、うんうん、でそういうこう高いレベルをもう育成年代からこう落とし込んでるんですよね、はいはいはい、スペインっていうのは、うん、でもやっぱ日本って若干そこはスペインと比べたら劣るんですよ、もちろん、うん、まあまあ、うん、はい、だからこう今徳島にいる若手選手とかがこうよりそのポヤトス監督が持ってるものをあの選手たちに与えて、はい、でそのこうチームとしてのプレーモデルとかもそうなんですけど個人個人のレベルみたいのも、はい、まあ、シンプルなポジショニングとか受け方とか体の向きとかもそうですけど、そういう細かいところも結構ポヤトス監督から吸収してその若い選手たちがより成長するんじゃないかな、ないのかなっていう、うん、うん、まあ、その徳島の底上げみたいなのもちょっと期待できるのかなっていう
うん、はい、のは思いますね。まあ、であとやっぱで個人戦術とか技術の部分も上がっていくし、で戦術の部分ももうなんかもうほとんどやっぱ河本ヘッドコーチが一番いい形を見つけてくれたっていうか、うんうんうん、やっぱまあ去年の上積みから例えば宮代選手とか入ってきましたけど、うん、まあ、その中でやっぱ渡井選手が真ん中で右に宮代選手が一番いいとかっていう形を見つけてくれたりとかっていうところで、もう結構もうほとんどやりやすい形には河本ヘッドコーチがしてくれたっていう印象はあるんで、まあだからポヤトス監督もそのなんかしっかりなんかもう後ろ崖みたいな感じになって結構いろいろチャレンジできるんじゃないかなと思って、まあその辺でもなんかいろいろなバリエーションの戦術とかやってくれるのがすごい楽しみですね。そうですね。次は、うん、あの土曜日鹿島戦ですけど、はいはいはい、うん、鹿島もあのザーゴ監督解任になって、お確かに、で相馬監督になってまたこう新体制対決みたいに、はいはいはい、うん、なってまあ両チームちょっと雰囲気は変わるかなと思うんで、はい、うん、次節のその試合は注目度は高いですよね。うん、そうですね。いや両方分かんないですからね、お前どういうサッカーをするかっていうのは、うん、うん、ね、本当に僕は本当にスペイン人のサッカーを見るのが好きなんで、はいはいはい、はい、ちょっとポヤトスさんの試合はあのかなりチェックしてまたねお届けできたらいいなと思います。はい、はい、僕も現地行きます。あ、そうやん、はい、あの土曜日ねポカリスエットスタジアム富津崎といますので実は行きます。はい、いや、そうなんだよね本当に行くんだよね、はい、ほんまに行くんだよ、気づいたらね、うん、うん、あのあサムネとかで顔は一応載ってるから ね、 ね、はい、多分この人やって思ったらね、はい、うん、あこの あの時の裏切り者だってなる。いや、あれ塗装の動画が大丈夫、まだまだ徳島の人に裏切り者のイメージはついてない大丈夫、はい、まあね、そんな感じですね。はい、はい、まあ、今後の徳島に期待というところで今日は、終わりにしましょうか。はいはい、はい、ね、徳島もかなり調子上げてきてますから、あと、はいはいはい、バトッキオ選手、おお、ね、僕らが開幕前から結構注目してましたけど、はい、ね、ようやくバトッキオ選手も合流して、なんかコメントでは結構徳島の選手はフィーリング合うなみたいな、練習やってみて、うん、言ってたんで、はいはいはい、フィットするんじゃないですか、結構わかんないですけど、まあプレースタイルも知らないですもんね、うん、ただ経歴がちょっとやっぱ J リーグの外国人の中でもちょっと群を抜いてるっていうか、うん、うん、すごいキャリアを歩んできてるから、うん、うん、どんな選手なんですかね。で多分ね、こう中盤でセンスがいいプレーをするような感じだとは思ってるんですけど、勝手に。まあまあ確かにね、うん、結構ねやっぱ ボール持ってる時になんかしてくれそうな、うん、うん、名前もやっぱかっこいいし、確かに、うん、クリスティアン・バトッキオってやっぱかっこいい、うん、藤原紫龍と名前対決が起こりそうです確かに藤原紫龍とね、バトッキオ、カカ選手がセンターバックのブラジルに入ってくれて、うんうん、おお、はいはいはい、ブラジルからかどうかも、ね、うん、要チェックですね。確かに確かに確かに、はい、楽しみですね。福島強いんじゃないの、うん、はい、怖いね徳島も、うん、まあまあまあ今日はここで終わりにしましょうか。はいはい、はい、皆さんチャンネル登録、高評価コメントもよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。ここまでのお相手は吉木社長と瀬尾と富内咲人でお送りしました。せーの、バイバーイ。バイバーイ言うてみたけど一応何初めてせーのって
頑張って合わせたけど。